はい、マノチです。よろしくお願いします。ジャッジアイズやっていきましょう。あー、来たー。やっぱ来ると思ったー。すげえめんどくさい。いや、このまま俺は星野くんのところに行こうと思う。星野くん怯えてんじゃないよ。戦いなさいよ。君、空手なんか有段者でしょ。戦ってほしいね。よっ。ザコにはめっぽう強いのよ。いやー、いきなり星野くんがね、怯えた姿をさらけ出したね。しばらく寝とけって。とりあえず星野くんに話すわ。楽しかったでござるよ。いや、関係ないから。クソ、どうするで、どうもしないよ。今頃はタクシーで移動するから。タクシー乗っていいのかな。動画撮ってない時に星野くんが一回話しかけてきたんですよね。タクシーありますよみたいな。よし、じゃあ創薬センター行きますか。それでは出発いたします。はい、今日はメインストーリー行きましょうね。 SP なあ、いっぱいたまんねえかな。今3000ぐらいしかないんだよね。コメントで攻撃力上げた方がいいというコメントがあったんですよ。あと上げたいのは体力も上げたいし、コンボスピードも上げたいなってところなんだよね。どっちにしろ SP すげえかかるんだよ。またなんかちょっとガラッと雰囲気が変わった場所ですね。龍が如くっぽくないというか、龍が如くじゃねえか。話には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ。ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか。ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。何緊張してんだ。お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました。いや、3年前と変わってなくてね。はい。ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう。あそこに受付がある。受付の女の子みたいな髪型好き。ハーフアップって言うんだっけ、あの髪型すごい好きなんだよね。よし、行きましょうか。いや、てかタクシー乗ってるだけ木村拓哉ってのはイケメンだよな。大したもんだわ。いきなり行っていいのかな。なんか探検したいっちゃしたいけど、女子高生。こんにちは。めっちゃ引いてんじゃん。かわいいですね。写真撮りませんか。ドン引きされたわ。お約束でしょうか。はい。いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。昨日神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前こちらへ電話していたようなんです。その相手が
どなただったか調べていただけませんか。申し訳ございません。そういった個人情報にはお答えいたしかねます。何も話が進まなかったことなら、センター長の木戸さんと話せますか。以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえばわかるかと。八神さん、あれ木戸さんですよね。加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで。ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行認めてないの？いや、往生際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ。ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげで本当いい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あの、センター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と、八神です。寺沢です。よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか。枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は、寺沢さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ？行きましょう、新谷先生。新谷先生、相手が相手ならセクハラですよ、今の。なんか、不愛想な子だな。ああ、やっと3年前の動かせるキムタク。歓迎される立場じゃないってことです。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。あ、カメラとかは使えないのか。そっか。いや、やべえ、なんかちょっとテンションあるね。3年前の決めたくね。少し歩きます。はい。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。すごい病院だな。こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。
ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ八神。亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。知らなかった。認知症イコールアルツハイマーだと思ってた。そういうわけではないんだね。なんだ。いや、こういうとこあまりじっくり見ちゃダメだって。俺まで新谷先生と同類だと思われる。ベッドを調査って書いてあるね。じゃあベッド調査しましょうか。この個室、被害者が亡くなってから他の人は誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。私には分かりませんけど、多分。仮にそうだったとして、どこから運び出したんだ。ちょっと調べてみよう。窓を調査。ん、窓は羽根下ろし。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。で、出入り口を調査ですか。なんだ、この窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう、十分だ。そうですね。で、外から覗いてみるという感じですか。病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし寺沢ちゃんも一緒に横になってみよっか。ちょうどんだよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。ふん、もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃその可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。一応振り返ってみましょうか。ここで一旦事件を整理してみます。おう、望むところだ。よし、いいか、被害者はこの病室の入院患者だった枠浩一、66歳。事件当日の朝8時半、ナースたちが枠の不在に気づいた。枠は認知症患者で、初めは院内のどこかを徘徊しているものと思われていた。しかし見つからず、夕方には捜索願いが出されている。ええ、認知症患者が人目にも触れず一人で外へ出たとは考えにくい。そのため警察は枠が何者かに連れ去られた可能性に注目。センターに出入りする車両を全てチェックし、浮かび上がってきたのが
出入りの理念業者大久保新平だった。その後大久保は枠の遺体を山に埋めたとその場所を自供。被害者が病室から消えて3ヶ月後、ようやく奥多摩山中で腐敗した遺体として発見された。死因はおそらく窒息死、ただし詳しくは特定不能だ。ここまでで何かご意見は？八神先生。ありますね。大事な情報が抜けてます。なんだよ。大久保君は殺しについては無実を主張、認めたのはあくまで死体を山に捨てたことだけです。被害者の死体を遺棄した人間は必ずしも殺害を実行したとは言い切れない。もしここを譲れば大久保君は裁判するまでもなく有罪確定だ。ああ、大事なことといえば奴が傷害の前科持ちってのもポイントだな。恋人を殴って指の骨を折った。それは6年も前の事件です。酔って気が大きくなってたし、まだ10代のガキだった。ガキなら女を殴ってもいいのか？いえ法律が許しても俺が許しませんね。だろ。ただそれで大久保君が今回も有罪っていうのは乱暴すぎます。事件当日のことを大久保はこう言ってる。病棟からシーツを回収してセンターを出たのが午前10時。その時いつの間にかトラックの荷台に被害者の死体が紛れ込んでいた。誰がそんな言い訳信じんだ。だからまず弁護人が信じなきゃ。あのな、この後また大久保と接見だろう。そこで無罪は無理だってはっきり言ってやった方がいいぞ。もうここはいいですか？次は大久保のトラックが止まってた駐車場を頼むよ。寺沢ちゃん、資材の搬入口だっけ？事件に絡んでいる場所はあとそこだけだ。俺ちょっと分かっちゃったんですけど。搬入口の駐車場は地下になります。どうぞ。俺ちょっと分かっちゃったかもしんない。あの顔が見えないじゃん。だからもっと早い段階で、多分その枠さん亡くなってたと思う、殺されてたと思うんですよね。もう病室にいなかったと思うんですよ。でその病室にいたのはもう全然違うやつが寝てたと。顔が見えないからね。どうこの推理ありがちでしょ。もうみんな予想できそうなことでしょ。いいケツしてんな寺さんじゃん。寺さんじゃんどこまで行くんだい。僕木村って言うんだけど、言ってもジャニーズなんだけど。あ、こっち行くのかい。よう八神、お前張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。なんか人聞き悪いっすよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。はあ、普通の地下駐車場だな。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう八神、これ見ろ。理念業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。大久保は事件当日もこいつで病室を回ってた。でこの中になら被害者の死体を隠して運び出すことができる。確かに。事件の日、大久保君のトラックが止まってた場所は？
あ、セーブできるんだ。どうしようかな。20分ぐらい撮ってるんだよね。すげえ長くなりそうな気がするんだよな、ここからやり始めてたら。セーブできるし、ここでやめますか。いいですか、ちょっとゆっくりペースでやっていかないと。今気づいた、体力すげえ低い。3年前の体力ってことなんだな。まだ弱いということなんですね。ではちょっとここでやめようと思います。続きは明日やっていきましょう。いやー、見事なセクハラ回でしたね。はい、では終わります。バイバイ。